皆さんこんにちは。こんにちは。今日も始まりました招き猫のインプロテレビ。イエーイ。即興パフォーマンス招き猫のゆういちです。さよです。いずみです。よろしくお願いします。即興パフォーマンス招き猫は愛知県を中心にインプロの公演やワークショップをしている劇団です。インプロっていうのはイギリスで生まれた台本を使わない即興のお芝居。演技力、演出力、脚本力などが育てられるたくさんのゲームがあるので、このインプロテレビでいろいろやっていきたいと思います。イエーイ。やるぞー。さあ、それではね、自己紹介をしていきたいと思います。はい。さあ、僕はね、今までいろんな仕事をしてきたんですけども、化粧品を売ってることがありました。で、化粧品を売るときにね、美容部員と一緒に売ってるんですけども、ある日、ここのね、顎のここのところの、下のところ、喉のあたりのね、ヒゲを剃るの忘れてた、この辺だけできてるんだと思って、で、ここヒゲ残っててね、そしたらね、美容部員の人に、あら、中野くんの完璧じゃないことがあるのねって言われたの。そんな完璧人間のように見せていた、ゆういちです。最近はそうでもないという、中野ゆういちです。よろしくお願いします。はい。最近ダイエット頑張っています。どんな風に頑張ってるかっていうと、エアロビみたいな有酸素運動をしたりとか、もう死ぬ気で筋トレをしたりとか、あとこう毎日1万歩ぐらい歩いたりとか、あとね、ローカーボって言って、すごく緩い糖質制限みたいなのをやっています。で、なんでやってるかっていうと、招き猫に入って、私30キロぐらい増えたんですよ。で、招き猫のせいだけじゃないんですけどね。で、半分ぐらいまで落としたんですが、まだあと半分あるので15キロぐらい、近く。なので、ここでね、だんだんこう小さくなっていく私を見てもらうとともに、私に勇気が出ましたら、こちらで体重とか、体脂肪とか、そういう BMI とかね、そういうのをね、公開していってもいいかなと思っています。ここに出るの？ここのところに ここです、ね、出るんだね。はい。大胆だけど小心者、中尾さよこです。よろしくお願いします。はい。最近ですね、天ぷらを初挑戦しまして、実家に住んでるんですけど、たまたまその料理をする機会がありまして、で、その天ぷらがですね、こう衣をつけてこう揚げるんです。で、油に入れたら、なんかこう衣が少ないなみたいな気がして、こう薄力粉をこう入れたんですよね。で、入れてやったら、こう見た目はすごいいい感じになってるんですけど、揚がり終わったら、ごってごての塊みたいになってて、で、そっからだんだんこの衣の硬さみたいな緩さが分かってきて、で、このをいろいろやってったら、友達に最近女子力が高いよねって言われ始めました。泉さん、ひろきです。よろしくお願いします。めっちゃ大事なところで噛んだ。女子力。確かにね、招き猫でね、この二人は女子力が高いと言われてます。あね、反対に私はこう、教えてる子供たちからもね、この2人からも、さよ、最近背中がどんどんたくましくなってきたねって言われます。私も女子力欲しいね。お互い交換したいね。交換したいですね。見ててください。痩せたら女子力上がります。はい。それでは今日のインプロのコーナー、イエイ。今日のインプロはソング。説明しよう。ソングとは即興で歌います。伴奏も口で即興でやります。シンプルだ ね、そうです。歌いますよ、即興で。いいよ。私はね、歌がね、割と好きなので大丈夫です。そうですね、割とね、得意だねって言われるので、はい、大丈夫です。この二人は大変だね。もう大変です、もうテンションでやりきるしかない。音楽はね、音を楽しむ、そう、楽しむ、ね、音を楽しむんです。はい。ただ面白くない、うまいのを聞いてもつまんないもんね。まあ、そうですね。そんな感じで、私たちの勇気をご覧ください。はい、勇気が出ます。はい。さあ、それではタイトルもらいましょうかね。そうですね。なんか単語を一つもらって、そこから歌を作るというふうにしていきたいと、はい、では一つお願いします。目玉焼き。目玉焼 き、タイトルいただきました。ありがとうございます。それではいきましょう。ソング、タイトルは目玉焼き。3、2、1。チュン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 
ごはん、朝ごはん、誰が決めたかわかんないけど、だいたい出てくる目玉焼き、私目玉焼きが嫌いなのに必ず出てくるの。朝起きると目玉焼きの匂い、朝起きると目玉焼きの匂い、敵だ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 、目玉焼きを食べないと主食がないって知ってる、せめて卵焼きにしてよ、怖い怖い人の家の朝ごはん。目玉焼き、目玉焼き、簡単な料理、目玉焼き、目玉焼き、フライパンに卵を割って落とすだけ、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 目玉焼き、目玉焼き、これが俺の、これが俺の得意料理。目玉焼き、目玉焼き、いつもご飯の上に乗せて食べる卵なのに、卵なのに、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 ご飯とすごく合う、うん、目玉焼き。目玉焼きでした、はい、はい、はい、さあ、自己紹介のね、目玉焼きを使った。確かに、ね、そう、うん、いいタイトルもらった ね、うん、そう、私食べれないものはほとんどないんです、うん、あのどんな下手物でも結構食べるのに、うん、目玉焼きとゆで卵だけは食べれないっていうね、うん、卵もダメなんだね。そうそうそう、まだ卵焼きならなんとか、目玉焼きとゆで卵はダメなん、どうしても。前さ、なんか食べに行った時にさ、うんうん、めちゃめちゃ美味しいシューマイみたいな黄色いやつがあって、うんうん、僕が珍しく、ね、うん、ちょっとこれ食べてみなよって言って、うん、食べさせたら、うん、食べて吐きやがんの。めちゃめちゃうまいって俺渡したのに。生まれて初めて、うん、ゆうしさんからこれ美味しいよって言われて、うんうん、食べたら、うん、頑張ったのよ、頑張ったの、飲み込もうと、うんうんうん、であまりのかわいそうさに出していいよって言ったの、うん、なんかそういうの頑張ろうと食べようとしたのね。でも食べようとすればするほど涙が出てくるっていう。あの黄色は卵だったんだね、きっとね。きっとそうだったんだね。んいや、めちゃめちゃうまかったのね。じゃあちょっともう、はいはい、ね、もう、ね、結構ね、なんかこうついなんか楽しい歌とか歌えたらいいけど。ね、それはね、うん、私がね。楽しかったら悲しい歌でいいね。あ、そうね、うん、いやでも楽しかった、うん、じゃあ次のタイトルいただきましょうか。さあ次のタイトルはお願いします。野良猫、うん、野良猫、野良猫、うん、いいですね、野良猫いただきました。それではいきましょう、うん、ソングタイトルは野良猫。3、2、1。ドゥン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 、
泣いてるよ泣いてるよ子猫が泣いてるよ僕は猫が大好きお母さんに内緒で猫を飼うことにしたんだ公園の木の下で給食のコッペパンを毎日運んで牛乳もいっぱいいっぱい飲んで雨の日には傘を持って君のもとへ会いに行くよ会いに行くよだって僕は友達がいないから僕の話を聞いてくれるの君だけある日君の姿がないのどこに行ったの僕はずっと君を探してるずっと探したまま大人になった君の思い出の中で僕は泣いてるトン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 その時僕の目に飛び込んだのは君さにゃーオッケー私しか歌ったのね。いいね。いいよかったよかった。よかった。私さ、うん、歌って、うん、ワンフレーズ歌ったところでタイトル忘れて。猫じゃん。猫だよね。でさあれ猫待って猫野良猫あれ捨て猫野良猫捨て猫子猫何猫何猫って思って。はいはい。せっかくいただいたのに。野良猫だっけ野良猫だよね、野良猫そう、うん、緊張しすぎて忘れましたが、うんうん、はいよかったよかった、うん、よかったねいい、いい歌だった、うん、ありがとうございます、うん、あと僕の伴奏よかったあ、よかったよかったあの、ちょっと物悲しい感じがね、うん、切ない感じ、うん、そう、二人のがなんかね、ちょっとね、うん、切ない、うん、幼い感じがしたので、多分こんな風になったのかなと思います、うん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 ね、うん、よかったよ、なんか猫の、猫というかストーリーが見えたよ、うん、ん最後会えたのよかったな、ね、そこに、ここに、ここにいたというね、そう猫がいや私さ、あれさ、うん、あの、ほら、なんかどんどん小さくなっていくから、うん、あ、もうこの二人歌う気ないんだって思ったから、うん、もうこれで完結させるんだって思った時に、やっぱ悲しいままで終わるの嫌じゃないって思って、うん、で、どうするかなと思って、でも私が結末を決めるとやっぱり悲しくなるじゃん、うん、私どうしても悲しい寄りに行くから、うん、あ、そうか、で、うんどっちでもいいから最後決めてもらおうと思ったらなんか笑顔で見てるからうん、あ、会えたんかなと思ってで振ってどうやって締めるんかなと思ったらにゃーって泣いてもらってこれ嬉しかったでちょっと2人の応援のもとにそっちに引っ張ってもらった感じかなおーそうなんだね久々になんかこう謙虚な物言いをしてるけど僕もいい歌だなと思って聴きながらやったよ、うん、あとよかったよかった、うん、やっとちょっと幸せな歌をね歌えるようになったねそうだよね昔公演であのお客さんからお題を3つもらってその3つを全部即興で歌に入れて、うん、あの歌うっていうのがあったんですね、うん、家族っていうタイトルとあとなんかあと2つぐらいもらったんですけど、ねうん、もう私はすごくハッピーな歌ができたと思って、うん、終わってみたらいろんな人に、うん家族の歌であんなにも悲しく切ない歌になるんだねって言われてすっげー落ち込んだっていうね最初家族って出てきて、うん、どうやって歌だったかって言ったら家族って暗かったよあれ家
家族悲しい歌が始まるんだなって違う違う、うん、悲しい家族の歌なんだなって、うん、あでも最後は、うん、なんかこう家族みんなで幸せになるみたいな、うん、イメージを、うん、入れ込んだんだよ、ああ そ, う、ね、その、うんうん、みんなのお題を全部引っ張って入れなきゃいけないから、うんうんうん、そうなんです、うん、そんなこともやります、はい、なんかこう置いてある紙を拾いながらどんどん歌っていくっていうのを、結婚式場のね、やったね、あのなんかこうなん結婚式じゃないね、結婚式場の人とちょっとお仕事をしようかっていう時にデモンストレーションで、やったね、そう、うん、あれもね、さすがにね書いてあるのが幸せだったから、さすがに幸せになったね、まあ、いろんな、うん、あこのソングって、はい、結局これはこれもなインプロを楽しもうみたいな感じなの、でもなんか こんなのが鍛えられるよみたいなあるの、まずは歌を楽しもうということです、うんうん、やっていくうちにだんだんもっといい、いいっていうか、ね、うん、いろんなことができるようになるけど、うん、まずは入り口は歌を楽しんでいきましょうと、うんうん、まずはね歌の苦手な人ってすごく多いから、うんうん、そこをまずパッと取っ払って楽しむところに入れたらいいな、うんうんうん、あ確かにこれ楽しめたら、うん、なんか子供の時にこう音が外れても気にせず、うん、大きい声でなんか、はい、何こう鼻歌を歌っちゃったりとか、そう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 、歩きながらこう歌ってる子供とかいるじゃん、うんうん、ああいうなんかこう自由な心っていうのはちょっと取り戻せる感じがするね。そうですね。でそのうちなんかこう一人で頑張って歌うのはしんどいから、うん、こう他の人とね、あの協力したりとか助けてもらったり、うん、他の人のなんかそういうオファーみたいな、なんか提案みたいのをこうキャッチしてるね、うん、あと自分がこうちょっとね、こう相手の邪魔になるかなと思っても勇気を出してちょっと手伝ってみて、うん、で失敗したらごめんって言って、うん、うまくいったらよしと思ってっていうのは確かにあるかもしれない、ね、信頼関係みたいなのもなんか見つける気がする、ね、うん、ね、はい、まあ、そんな感じで私たちの感想は以上でございますが、はい、ご覧になった皆様の感想はいかがだったでしょうか、うんうん、はい、感想がもしありましたらね、うん、Facebook ですとか、ブログにぜひコメントをお願いします。よろしくお願いしま す。それでは、縁も竹縄ではございますが、招き猫のインプロテレビ、そろそろお開きにしたいと思います、はい、即興パフォーマンス招き猫のゆういち、さよ、泉でした。またね。